はい、どうもともやんです。いつもねご視聴いただきありがとうございます。前回ですね、忍者マストダイっていうね、あの新しいゲームで遊んでみたんですけども、今回ね、その続きをいきたいと思います。で、今回はね、この物語っていうねところがあるんですよ。この右側のところなんですけど、こちらをねちょっと遊んでみようかなと思いますね。なんていうのかな、貴族創作っていうところかな。はいはい、こちらをちょっとね今回はやっていきたいと思いますよ。はい、任務中のさまざまな状況に備えるため適合の武器を選ぶ。まあとりあえず初めてなんでやっていきたいと思いますね。忍者試験が終了した。はい、はい、来た。はい、世界で消滅を極めた貴族、再び姿を現して、我の国の最高統治者である武士大名、貴族の殲滅のため、精鋭忍者部隊を闇の森に派遣する。すげえね、なんか。しかしその裏で、本格的ですよね。ある陰謀が起き始めている。第2章、武士の陰謀。おお、すげえすげえすげえ。慎重に行動するんだ。もし貴族に遭遇したらすぐに報告しろ。さ、なんかどっかで聞いたことある声ですよね、この 声優さんっていうのは。おいおお、ごめん、いきなり戦闘開始です。おおおお、びっくりした。いきなり戦闘開始ですけど、何が出てくるんだ。お、カラス、これはカラスだね。はい、カラスが出てきました。おお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 、やばい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 。これを避けつつ、はい、カラスを避けました。今ね、うまいこと避けれましたね。え、スキル、はははサポートがありますね。初めてなんで。お、なんだなんだこれは。ええ、危ね、雲、はい、雲が来ました来ました。もう雲大嫌いなんだよね。ねえ、おお、ちょ、一匹だけ押してきましたね。おお、めっちゃ激しいっす。はい、速度上昇って出ましたね。これどんどん速くなっていくんですね。なんだなんだなんだ。おお、ちょ、危な。ギリギリかわしました。あ、今ちょっとね、ダメージ食らったみたいですね。うわ、危ねえ。死にそう。やばい。やばいっす。なんかアイテム取ったらなんか無敵になりましたね、今。ここは問題なし。お、他の場所に行ってみるか。他の場所。また他の場所行く。ね。はいはい。はい、クリア。これでクリア、みたいな感じですか。いや、なんかね、今、聞いたことあるような声ですよね。なんだろう、どっかで聞いたことあるような声なんですよ、この声優さんっていうんですか。はい、2、闇の骨輪っていうんですか、骨の林。ちょっと出発してみたいと思います。ちょっとね、わけわからへんけど、そのまんま行きたいと思いますね。またコメントが横からね、ずらずらと出てきましたね。はい、なんかこの、そう、え、何、なんか暗い。ん？また命知らずが来ましたね。ほう。誰かいるのか、こそこそしてないで、姿を現せ。あ、これあれちゃう？私の骨葬林に入ったら最後、忍びの神でも助かることは叶いませんよ。うん、これ、鬼滅の刃の炭治郎の声じゃねえ、これ。何、どないなっと。なえ、何、うわ、あ、そういうことか。出てくるところがこう光って、あ、なるほど。ああ、やってね、アイテム取っていくみたいですね。はい、ギリギリやった。おお、ちょ、危なっ。え、ちょっと見て、ヒットポイントもうほんま、ほんのちょっとしかないんだけど、ちょっとごめん、死にそう。え、やべ、
二段ジャンプでないといかんかったんかな今の。うわでも飛びすぎたら上にあるし、ちょっとやばいっす、やばいっす、やばい、おーおーおお、やべ、ほんまやばいっす。やめて、この視界がなんかこう暗くなるの、なんか怖いわこれ。うん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 、危ない。あーでもこれうまいことできてますよね。おい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 、おーおーおー、あ下もいける、下もいける、おちょ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 、おちょ、あー危ねえ、おーやべえやばい。このね左側にあるこのなんか、もの、あれ骨層輪を抜けると、抜けた抜けた、うん、いいですね、うん、うん、さっきから怪しいやつだな、一体何者だ。やっぱりこれ炭治郎の声やね。でこのもう一人このオカマみたいな人の声もどっかで聞いたことありますよね。これ戦闘勝利、まあ、勝利したみたいですね。はい、これクリア、クリア、はい、クリアです、クリアです、はい、クリアしました。なんだこりゃ、金槌、え金槌15個、まあ何かに使うんでしょうね金槌もね。はい、クリア、次のステージどんどんね、どんどん行きたいと思いますよ。なんじゃこれ、え赤面器、赤面器、赤面器、洗面器ちゃうねんな、赤面器やんな、うん、なんかちょっと決体な、なんかダルマみたいなね、あの妖怪みたいなのが出てくるんでしょうか、ラスボスみたいなんですか。おうおうおう、ラスボスじゃないな、中ボスっていうやつですかね。はい、噂聞き通ったよ、まさか、うん、言われてみればそうやな、そうやな、言われてみたらさっき通ったような気しますね。なんかさっきか、なんかほんま鬼滅やんかこれ、鬼滅の炭治郎の声やん。また新鮮な肉が来てくれたわ。なんか悪そうなん出てきたよ。あ、これと戦うのね。うおちょちょ、なんじゃ、危ねえ、あめ、あ下折ったら大丈夫なんじゃんこれ。おーおー、でも下折ったら取られ、あめ、攻撃できない。このね、なんか手裏剣玉でしたっけこれ。うわーうわー、もうやめてくれ、もう思わず叫んでまうわ、もうほんまこっちも。ちょ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 、なんじゃありゃ、なんじゃありゃ、今下に弾が、この下のこの弾は何、当たったらやばいってやつ、これあれ取るんかな、いやちゃうな、口から吐いてるな、やべ、しつこい奴らだ、これでも食らえ、なんじゃなんじゃ、これでも食らえ、おおやばい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 、なんか攻撃が変わった、なんか煙の攻撃、危ない危ない、来るんかも、うわうわ、じゃあええわ、ちょちょやめてくれ、もうほんま、これ使った方がいいんか、このカトン、カトン、炎の力を見せてやる、いけ、おりゃいけいけいけ、おりゃいけいけ、おやったやった、おやった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 、何が今回は、逃げた逃げたで、逃げたで、これあいつはきっと貴族だ、貴族、このまま逃がすわけにはいかない、おおおお、追いかけ追いかけよ、そんなせっかくねやっつける、もうやっつけたのに、お金の鍵もらいましたね。確かこの金の鍵って前回あのミツキングが回したらガチャみたいなそんなやつだったよね。はい、なんだこれ、必要な忍者レベル5個、うん、レベルアップ、早速なんかレベルを上げないと次のとこに行けないということで戻る、うん、はい、今レベルがね5に上がりましたね。はい、ですので次行けるということなんでしょうか。うん、はい、来ました、しつこい奴らだ、お一
このおっさんどっかで見たことある顔やね。なんかこのだるまの顔どっかで見た。おいちょ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 落ちた。危な。え、見て、もうヒットポイントもうほぼないじゃん。え、これ、やべ。やべ。危なぁ。何今のは違う。これは違うんか。うわ、危ねえ。下かがんでいいにな、これは。うわ、ちょ、タイミングが。これはなんだ、目玉みたいなのが飛んできてるんかな。ちょっとやばい。え、喋る余裕ないっすね、これ。ちょっと慣れてこないと。なんじゃこれ。おー、やべ。やば、危ない。ちょっと抜けとかんと、やばい。いや、もうほんま、喋る余裕ないわ。マジで。追い詰めたぞ。お、来た。クソだな、言うてますね。お前がクソじゃん、みたいな。うん。なんじゃ。戦闘勝利。買ったんですか、今も買ったみたいですね。え、クソが言いながらどっか逃げていったよ。どういうこと。ま、え、なんじゃこれ。必要な武器レベル5級。武器レベルをアップしないといけないということやね。で、ボタンを押して、まあ順番通りにこれ何回も押していくっていうこと。はい、押していきます。おりゃ、何回も押してやる。どんだけいった。はい、タイ行きましたね。で、出発っていうことやね。よかった、武器レベル上げれてよかったよね。あ、来た。やっつけるぞ、こいつ。見た今。あれで終わり、今の。殺さないでくれーって終わって、また新しいボス出てきましたね。武士隊長。陰陽師。お？ちょ、やばい。あ、これで、あ、避ける？戦闘開始、なんのこっちゃ。あ、危ない。やっべ、強い。どういうこと？早く援護しよう。あ、これでこう走っていったら、これでこう武士より早く走っていったらいいんじゃない。うわ、危ねえ。やつを逃がすな。やべ、やべえ。やめて。なんかちょっとおかしな感じやけどね、これ。やべえ、追いつかれる。おー、危ねえ。どこまで？うわー、ちゃうわ。もう逃げる。早なってった。もう連打。どこまで逃げる？え、ボタンがなくなりました。はい。全中級水の呼吸。なんかね、コメントがたくさん出てますけど。何か道は。おう、いや、逃げ切ったやん今。ねえ、お前らの墓場はここだ。やめてくれ。こうドラゴン来るんじゃないの。ここで相棒の黒竜が来るんじゃないの。来ない。え、普通に落ちただけ。隊長、どうしやすか。隊長、崖下は罠だらけ。奴はもう終わりだよ。すっげー、さすが隊長だ。気抜いてんじゃねー。なんかこの手下面白いな。
手下のこなんか言葉遣いがめっちゃ面白い。はいはい、最後なんかやってみろバーカみたいなコメントが入ってましたけど、はい、任選いただきました。これ、いや、今のでクリアしたみたいですね。なんだろう、崖から落ちました。何これ、新しい仲間、仲間、これソーガ、ソーガのソーガって読むんかな、うん、森の別の場所、あ、別の場所ね、はい、おお、かっこええ、なんかキャラクター出てきましたよ。アンブやん、あのナルトに出てくるアンブが出てきましたね。おお、危ね、え、三段ジャンプでいきます、1回2回3回、あ、おおほうほうほう、え、三段ジャンプいいなこれ、おお、かっこええ、これめっちゃかっこええな。おお、三段ジャンプあったら余裕やね、あれなんね。っていうか、このキャラクターの方がいいわ。ね、炭治郎よりこのアンブの方がいいわ、もうね、僕はね、ソーガっていうのか。俺を忍びだと分かって狙っているのか。そいつはいい。こっちは人魚を狙ってたんだからな。おう。ほう。お前らごときが。ほう。これ押すんか。はい。一瞬、一瞬でしたね、一瞬でしたね。え、ちょっとその辺雑い。他の作りめっちゃいいのに、なんか敵のやられ方がちょっと雑いっすよね。ね、さっきのだってね、あの、だるまおったじゃないですか。あの、だるま何？最後、助けてくれみたいな感じで、なんか、ね、勝手に消えていきましたからね。ちょっとやられ方がちょっと雑いな。あ、隊長来た。隊長来た。仲間切っていった。隊長も逃げるんか。お、陰陽師、陰陽師出てきましたよ。陰陽師、安倍の生命ですか、安倍の生命ですかね。陰陽師ならその忠実さを見せてもらおうか。いや、この暗部かっこいいわ。いや、俺はもうこの暗部のキャラクターがいい、ね、これと戦うのかな。うりゃ、ああ、いったけど、お、ちょちょい。三段ジャンプあったら結構かわしてるよね。滞空時間めっちゃ長いもんな。お、お、ちょ、あぶね。今の二段ジャンプやったらやばいところなのな、多分。強いやん。お、おおおお。手下がたまに出てくんのね、やっぱり。おりゃ、おりゃ、来た。死ぬがいい。なんだなんだこれ。お、やった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 。新しいなんか必殺技出ましたね。なんだ今のあの手裏剣みたいな。ひょっとしてあのナルトにあった風魔手裏剣やろか。うんうん、物語は進んでいきますね。はい、これでクリアかな。隊長やっつけましたよ、隊長。お、何これ、え、なんて読むかわからん。はい、勝利、クリアしました。いや、このねキャラクター好き。このアンブ、アンブ欲しいな。まあ、炭治郎いいわ。もうアンブ、アンブ欲しいわ。ねえ。かっこいいじゃないですか。なんかこっちの方が。はい。崖から転落した後。あ、また戻ってきましたよ、炭治郎に。ところで、これコメントとか消せるんやね。これコマンドで。右上になんか出てますよね。この横から流れてくるコメントとか消せそうなんですけど。まだ死ぬわけにはいかない。お、来た。え、何このヒットポイント、やべえやん。ここから逃げよう。逃げて逃げて、炭治郎頑張れよ。頑張れ。おおおおおおお。輪っかをくぐります。はい。
はい、ダッシュしてジャンプしたら結構飛べるっていう感じ。制限時間内に読めなかったら逃げ切ろうっていうこと。おお、これかっこいいよね。あの輪っかを、なんていうの、輪っかの中をくぐるっていうやつね。あ、これ、うん、ちょい、よー、落ちた。はあ、やっべえ。っていうかこれ何、復活もめっちゃ早いし、ちょっとインターバルちょうだいよ。今なんか2段ジャンプして落ち、ここ、このなんかキー取られて落ちちゃったよ。ノーミスで行こうも取ったのに一回死んじゃったね。いやー、うかつやったわ今のは。おー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 、なんだなんだ、すげえ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 。はい、カトンの術も来ました。カトンの術、はい、速度上、え、めっちゃなんか速度上がってない？あ、危ね、なんかめっちゃ速度上がって、上がりすぎてですね、ちょっとついていけない状態になってきてしまったんですけど、危ね危ね危ね。え、また上がる？危ね、制限時間が今ありましたね。なんか上に最後8秒とかそんな感じやったんだけど、はい、金槌もらいました。なんとかクリアですね。なんかね、でもさっき一回死んでしまいましたよね。あの一回死んだのがちょっと気悪いな。ちょっとなんか頑張らなあかんね、おっちゃんね。いや、頑張ろう。はい、戦闘開始ということで、どんどん続いていってみたいと思います。はい、手下が出てきますね。お、取ります。お、やった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 、おらおらおら、おりゃー。なんかトン、ジャンプしてやるとなんか僕が操作してるようにね思いますけど、これ自動ですよね。アイテム取ったら自動で、おどどどどどどど、何、逃げ戸惑う物資を、なんて見えへんかったわ。切っていけっていうこと。矢の用意です。おらんじゃこりゃ、うわ、おいおい、飛んでよかった。今ここに来るっていうこと、うわ、そういうことね。時間差で来るっていうことやから、これ余裕じゃね、余裕じゃね、これ。ほら、こうやってあらかじめこうやってさ避けれるってことじゃね。お、余裕余裕。はい、おーおーおー、突然出てくるこのなんか手下、ピーとか言いながら突然ね手下が出てくるの、これやめてよ。まだ炭治郎弱いんやからね。まだジャンプ2段ジャンプしかできへんのよ。さっきの暗部はね3段ジャンプできたんやけど、はい、何、忍者を狙い続ける。ちょ、早いわコメントが。なんじゃ、2段ジャンプして、あ、下、はー、2段ジャンプして下、下、はあ、二段ジャンプして下、下、ほう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 。今のはちょっとあの新しい技かもしれないね。うん、あ、行きました、行きました。はい、クリアです。クリアしました。よいしょ。ねえ、なんとかどん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 クリアしていてですね、任銭っていうねお金をもらったみたいなんですけど、はい、お、なんだこりゃ、首謀者、首謀者ですよ。っていうことは多分、うん、陰陽師、あの安倍の生命が出てくるね。安倍の生命ね、まあ、勝手に言うとるけど多分出てくるんでしょう、陰陽師が。おお、首謀者ですからね。あのなんかだるまみたいなのも言うと、なんかだるまじゃないわ、隊長が言うとったんか、陰陽師様とか言ってね。おーおーおー、大量に来ました、大量に。おお、めっちゃゲット、得点600ですね。おお、なんか来た、やっと来たわね、やっと来たわね。このお釜みたいなね、これどっかで聞いたことあるな。うん、おお、来た、もろ生命やんか。ほら、陰陽師、安倍の生命じゃない。随分がいいよね。
林野隊長。かなりヤバいやつだ。林野隊長ってあれ。威勢がいいわね。でも、さっきの武士の隊長のこと。黄泉の国に旅立ったわ。あなたもすぐに後を追わせてあげる。おう。陰陽師と対戦ですか。お、何や何や、なんか出てった。あ、ひょっとしてさっきのゴーレムみたいななんかおったやん。あ、これこれ。なんか中山筋肉のごっついやつみたいな。来た。これとやるんだね。やるんだね、やるんだね。はい、やりたくないけど。なんかムキムキやん。おー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 。え、おお、何今の、いきなりそんなん寄ってくんの。おお、うわ、怒った怒った怒った。何何、おお、やべ、やばいぞ、おい、えらい強いやないか。なんか中山筋肉のお化けですよね、これ。何回も言って怒られるかもわからない。え、杖、うわ、やべえ、うわ、危ない危ない、どないかしてよ。ちょっと下がってんか、まーい、詰めすぎ。ね、君。そんな接近しないで、もう。おりゃおりゃ、カトンはまだか、来た。下流縁だ。え、消えた。え、どこ行った。おい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 。やべえやべえ、なんかミスってるミスってる。え、タイミングミスってるやん。全部空振りしたんちゃう今。え、でもだいぶ、あ、だいぶ、だいぶやった、だいぶやった。あぶねえ、あぶねえ、あー死んだ。あ、いきなり復活したよ。え、初めからとかじゃないのこれ。ひっ、おいちょいちょいちょい、おいちょいちょい、逆や逆や逆や。なんか最後、最後なんか怒涛の追い込みかけてきますよ、この筋肉。え、おいちょいちょい、おお、やべえやべえ、おおおお、なんかいったか、いったいったいった。危ねえ、なんか途中からいきなりね、見たことない技がなんか出てきたよね、最後ね。2回やられましたか今。なんか来た。陰陽師やっつけた。面白いことになってきたわ。お、何、結局は、え、助けてもらったっていう感じですか最後。勝利。え、なんかね、ちょっと最後がちょっと雑くない？なんか。いやいや、まあまあまあ、でも、はい、え、終わった今。え、終わりこれ、今ので第2章終わったみたいですね。陰陽師を、倒し損ねて、なんか隊長が代わりに陰陽師をやっつけたっていうね。それで第2章終わっちゃいました。はい、で次なんか新機能が解放されました。ちょっと続けていってみたいと思いますね。縁結び神社は忍者たちと巡り合う場所です。はいはい、ここを閉めましょう。お、なんだ、あ、忍者ガチャ、忍者ガチャみたいな。お、仲間、え、支援忍者確保、獲得、ニュー。はい、リン、あ、リンとかソーガって、これもう一回引いたらいいかな。はい、もう一回引いてみますね。誰が出るんだろうか。はい、来い、なんじゃこりゃ。あ、それだけではないんだね。人だけではなくて、なんか武器も出るみたい。あ、鎧教官ですよ。おめでとう。支援忍者を召喚しましたよ。招待に行ってみよう。新機能解放ということで、招待が解放、これね。はい。で、招待を、はい、ここは、はい、来ました。出陣ですね。出陣落ちますね。はい、で鎧教官が仲間になったのかな。はいはい、招待編成で、また新機能解放ですね。で、焦点なんじゃこりゃ。ああ、まあまあまあ課金みたいな感じでしょうか。はい、
はい、まあこんな感じでですね、第2章ちょっとクリアしちゃいましたね。これもらって、マガタマ王50ゲットして次に進んでいくような感じでしょうか。もう一回ゲットかな。はいはい、ということでね、今回はこれぐらいにしようかな。階級が中忍に上がりましたよみたいな、中忍達成すると次がね解放されるっていうような形になると思います。はい、もう一回召喚、召喚まあいいわ。はいはい、ねちょっとねわけわからんまんま2回目ちょっと遊んでみましたけども、物語の、第2章をやってみましたね。結構ね見てもらったら分かるように、あの爽快感がありますよね。すごい超疾走感っていうかな、結構楽しいですよね。で、僕みたいなねおっさんでも結構遊べると思いますんで、若い子やったらすぐできるようになるんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。長々とお疲れ様でした。もう本当まあまあ僕は疲れたんですけどね、次もね、どんどん続きでねこの、忍者マスト台やっていきますんでね、よかったらチャンネル登録なんかしていただいてね、次回もお楽しみください。ではバイバイ。